ゼムラフランツァヨシファ。ゼムラフランツァヨシファ。ゼムラフランツァイコールヨシファ。ラテン文字表記の例。ジマリアフランツェヨシファ。は、北極海の一部であるバレンツ海に位置する。ロシア連邦領の192の島か構成されている。島諸群である。フランツヨシフ諸島とも言う。スピッツベルゲン島の東に位置し、アルハンゲリスク州に属している。ゼムラ、アレクサンドラ、ゼムラ、ゲオルグ。 グルサ島、クケラ島、ノルトブルク島、ビリチェク島、グレームベル島、ヘイス島などの島で構成されている。北緯80.0度から81.9度の範囲にあり、ユーラシア大陸で最も北にあるグループである。最北端は、ルドルフ島のフリゲリ岬で北緯81度52分。この群島は北極点からわずかに900から1 1 0 0トルにあり、 カナダのエルズミーア島とグリーンランドに次いで近い。総面積は1万6 1 0 0トルで、最高点は、ビナーネーシュタット島にある標高6 2 0ルの雪原。大きな島は東部にあるビリチェク島、西部にあるゲオルグ島など、大部分は無人である。かつて巨大な玄武岩台地の島が形成されたが、侵食されて、多数の島になったと考えられる。 島々の標高も350から500メートル程度で揃っている。表面は総面積の85%までが氷河や雪原で、その他も拉致が多い。1865年、ロシアの研究者のシリングが探検し、1873年にカール・バイプレヒトによるオーストリア・ハンガリー帝国調査隊の探検があり、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世を記念して、 初島名とした名称はロシア語でフランツ・ヨーゼフの土地という意味である。1926年にこの軍島はソビエト連邦に吸収され研究と軍事目的で少数の人間が移住した。今では船でのアクセスは夏の数週間に限られまた特別の許可が必要である。ロシアはこの諸島を北極海航路や 資源開発の拠点として重視しており、ロシア連邦軍が基地を運営している。この軍島は火山性で第三期とジュラ紀の玄武岩でできている。大部分が氷で覆われているが、苔と地衣類で覆われた拉致もある。軍島の北東部は一年中を通して総評に覆われているが、夏の終わりには南側の諸島まで氷が交代することもある。1月には、 通常の日中最低気温はマイナス15度、最高気温はマイナス10.5度。7月には日中最低気温は0度、最高気温は2.2度である。年間平均気温はマイナス12.8度。30年間での最高気温は13度、最低気温はマイナス54度。降水は1年中あるが、晩春、晩秋の季節の変わり目に多い。晩夏には、 霧がとても多い。野生動物は大部分が生打ち、北極狐、北極熊である。共通に見られる鳥は、三つ指カモメ、フルマカモメ、カモメ等である。白イルカがしばしば散在している。カリブーの角がグケラ島で見つかったことがあり、気候が温暖だった千3 0 0年ほど前に、群れがここまでたどり着いたのだと推察されている。 フレーデン島、エバリブ島は、ベーライア・ゼムリャ諸島を構成している。ゼムリャ・フランツァ・ヨシファは1873年8月30日に、オーストリア・ハンガリー帝国北極探検隊のカール、バイプレヒトというリウス・フォンパイアによって、タイの船が氷に閉じ込められ、北東方向への進路を探っている時に、発見された。南側の諸島の探検の後、 オーストリア皇帝フランツヨーゼフ一世にちなんで命名された。ノルウェー人のフリチョフ・ナンセンとやるマル・ヨハンセンは1886年に北極点到達を試みた時にこの群島を通っている。その後、この島々は北極点到達を試みる探検家たちにとって格好の目となった。全く偶然にもナンセンとフレデリック・ジョージ・ジャクソンが1896年に ノースブルック島で遭遇している。一時期ノルウェーがこの島々の領有を主張していたことがあり、フリチョフ、ナンセン諸島と呼んでいた。古い地図ではその名で記載されているものもある。1931年7月にドイツの飛行船がロシアの北極探検にマイルストーンを記した。グラーフツェッペリン号がベルリンからレニングラード。 原産クトペテルブルクを経由してグケラ島まで飛だ。ここで、グラーフツェッペリンは 300kg の記念郵便を配達し、祭氷船、マルーギンと会合した。81度線を東へ、セベルナヤゼムリャ諸島まで飛んだ後、グケラ島まで戻り、ルドルフ島まで北上しつつ空中から、軍島の地上調査を行った。冷戦時代には、北極地方は、 米国とソ連の干渉地帯だった。北極圏の多くの地点が戦略上の重要地点になった。この軍島も1930年代から1991年まで多くの国家安全保障に関わる地域の一つに刺されており、外国人は立ち入ることが禁じられていた。グレームベル島の空軍基地はロシアの戦略爆撃機の集結基地として建設され、ゼムリャ・フランツァヨシファ。 今度、ノバヤゼムリアの間で訓練飛行が頻繁に行われていた。これらの島は軍事的に機微であったが、1971年には巡航船が訪れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。